こんにちは、ゆうです。バズドラのお時間です。はい、もう3本連続撮ってるんでちょっと疲れておりますが、はい、今日も無課金サバカ柴犬丸やっていきましょう。はい、もう撮れるうちに撮っとくというスタイルでございます。はい、前回ね、クエスト、5月のクエストレベル9をね、一発ノーコンクリアしたということで、魔法石がね、まあ、68個ございます。購入歴ね、お持ちしましょう。無料配布、68個です。それを使ってね、仮面ライダーコラボガチャ引くかと思いきや、まあ、前回を動画拝見していただいた方にお伝えしたんですが、ゴールデンウィークスーパーゴトフェス引いていきたいと思います。なぜ私がゴールデンウィークスーパーゴトフェスを引くかというと、まあ、この星8枠でございますね。ウルトラしか持ってないですよね。はい、そろそろね、動画側の取れ高的にもね、ウルトナしか持ってなかったら、きついんですよ。そこら辺大人の事情でございますね。はい。なので、ちょっとね、せめて、ロイヤルオーク&ノーチラスとか、この、なんだっけ、アグリゲートとか、メインアカウントはね、昨日生放送で弾けたんですけど、あと、この、グランエルグとか、そこら辺がね、欲しいんですわ。ということで、参りましょうか。5連続がね、さすがにちょっとね、ちょっと勇気がないんで、意思速攻で50個解けるって結構心に来るもんがあるんですよね。はい。それでは、1回ずつ噛み締めて、引いていきたいと思います。もう引いとるかな。よっしゃー、来たで、アグリゲート!バルディンって最近強化されたんでしたっけ？ちょっとあんま、バルディンの成長をあんまり詳しくないので、はい。強くなったのかちょっとごめんなさい。わかりませんでした。はい、それでは2回目いきましょう。せめて、この、硬直しよう。あはい。ラファエル様でございます。いらっしゃいませ。ラファエル様はですね、武器になるかもしれないんで、一応キープでございますね。はい。それでは、第2回目。ほい！ちょっと今、運気が悪いんかな？そんなことなかった、ごめん、運気が悪いなんて言ってごめん。こっからもう頼む。紙結びか、作っとるな。でもこっち作ってないんで、いやー、紙結びちょっとあれですね、ちょっと運気が悪いんで、やっぱり、ちょっと、開催記念仮面ライダークラブガチャ、ちょっと、挟みましょうか。これまあ、これでサクッとね、ちょっとダイヤ出して、ケーキ作りね。うっさい！龍騎、オッケー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 。龍騎は個人的に好きなんで、もう全然オッケーです。よし、それではスーパーゴトエスに戻りましょう。はい。あと3回。折り返しの時点でね、空気の入れ替えをしないといけなかったんで。マウス押せなかった。いや、でも押せなかったことによる時差によって、いろいろ、未来への改変が起こって、ソラーって。これアグリゲートちゃう？アグリゲートちゃう？グルーン！エルブ！よかった、名前覚えた。さあね、しかもカリンドラゴン作っといてよかった、マジで。昨日生放送で。いやー、よかった。そうよ。この調子を。やっぱね、今滑ったことによって、この手が滑らなかった世界戦では多分はね、ですよ。普通の神キャラ出てますよ、超転生とか。でも今は手が滑らなかった。それによって、未来が書き換わった。ここでアグリゲートが出る世界戦が、サフィーラー。
あ、ごめんなさい。持ってないんちゃうかなって言おうと思う前にもう2体所持って画面が見えちゃったんで、はい。すいません。はいはい。知ったかです。僕、自分のボックス把握しませんでした。それだ、ラストですね。ちょっとラストはね、鋼の錬金術師のネタなんですけど、こうやってね、普通はね、錬成陣でこう書き込んで錬成するんですけど、こう、エドとアルとかはこう、ポンってやるだけで、錬成できるのを錬成陣なしって言うんです。皆さん、ご説明、しないままずっとやってて、申し訳ございませんでした。それでは、正真正銘のご説明がし終わった後で、錬成陣なしでいきます。能力を説明することによって、さらに、強化される系の能力が私のガチャでごっ、アマテラス。めちゃくちゃおるんよな、アマテラス。しっかり武器も作って。しっかりね、なんかレベル1クリアの、アマテラス、アンタレス、どっちみたいなガチャの方からもアマテラス引いてるし。いや、アマテラスだ、作れっか。作ったとこで入れるリーダーがおらんのよね。じゃあ、ちょっと結果、画面行きましょうか。はい。上からでございますね。はい。ほら、アマテラス出るでしょ？アマテラス、レベル1から始まって、トランザムちゃうわ。ごめんなさい。バルディン、ラファエル、神結び、竜気挟んでのグランエルブ、サフィーラ、神結びでございました。そして黒メダルが1枚しかない。はぁ、神結びドラゴン作れへんよな。はい、それではこの辺で今回の動画はお開きにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。僕ね、1本目撮る間はね、晴れてたんですけど、3本目撮るまでにゲリラ豪雨が降りましたね。はい、そんなことどうでもいいですね。はい、それではご視聴、皆さんも最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんもお疲れ様でした。ちょっとグランエルブ頑張りたいですね。これはほんまに。今までね、無課金パズは芝犬丸はね、ウルトラ専門アカウントだったんですけど、グランエルブが来たことによって、いろいろね、出せる動画の幅も広がると思うので、そちらもお楽しみくださいませ。それでは、今回は、こんな感じで、ごめんなさい。なんかニュースキャスターみたいになってる。なんか、それでは今回はこんな感じで終わりたいと思います。バイバイ。